彼からのはっきりとした好意は伝わってくる。しかしなぜだか好きとはっきり言ってくれない。それにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。彼があなたのことをそもそもね好きなのかどうかとか彼が脈ありなのかどうかということを判定しましょうという話であればそれはね、過去にこういう動画を含めて、いろんな動画をね、このチャンネルの中ではご紹介させていただいているので、こちらをね見ていただければいいと思うんです。彼がねあなたのことをどう思っているかという話ですね、こちらに画像が出ていてリンクがこちらに出ています。今日は彼がねあなたのことを好きですよと、脈ありってことはもうはっきりしてますよという前提で、でもなぜかね好きって言ってくれないと、言ってくれりゃね安心するのは分かってるのに、なんでこの人言わないのかしらって思うことってあると思うんですよね。それにはね大きく分けて4つ理由がある。その4つについてね一つ一つご紹介をしていこうと思います。もちろんここでご紹介差し上げる4つは全てということではないし、状況環境によっても違うので、あなたの場合はどうなのとかね、こういうケースはどうなのということについては、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながらより実践的なね問題解決のためのアドバイスをさせていただいたりとか、問題をね解決するための取り組みを一緒にしていくことができます。リンクがこちらに出てますからね、こちらの方から、お申し込みくださいませ。ということで、今日はね、おおよそこの4つに集約されるんじゃないですか。あなたのことが好きなのに好きって言わないのは、大体ねこういうことでしょうということで、そのうちの1つ目はこちらです。言い慣れていないという、ただそれだけのことですね。人は言い慣れていない、言葉にする経験がねあまり多くない言葉っていうのはやっぱりなかなか使いづらいですよね。普段から好きっていうキーワードを発しない人にとってみると、その好きっていう2文字だけでもね、やっぱりこう口から出るときにやっぱりちょっとスムーズにいかないから口ごもってしまうし躊躇してしまうんですよね。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪とかね、なかなか言いづらいですよね。東京特許許可局とか、バスガス爆発とかね、今頑張ってなんとか言ってますけど、普段言ってないんでその話はね、やっぱり家って言われてもなかなか言いづらい。だから彼は単純に好きというキーワード普段から言えないだけの話だったりするんでね、逆にねあちこちで息を吐くように好きだよ、いやお前が好き、いや君も好きだよねなんていうことを言っていたら、それはそれでねあんまりこうしれっとね好きっていうキーワードが出てくるのもそれもそれでねなんかいやらしいし、なんかこいつ他でも言ってんだろうというふうに思うじゃないです か。 だから単純に彼はねあなたに対して好きっていう感情を持っていながらもそれを好きって言えないだけだから、あとはじゃあこの先どうすればいいのかっていうと、私あなたのこと好きなんだけど、あなたは私のこと好き、いや好きだよ、私なんとか君のこと好きやけど、あなたどうなの、好き好きだよっていう、この好きというキーワードをね、練習させるというか、しつけるという意味で、普段の会話の中から、好きっていうことを、自然にね言えるような関係性っていうのを作っていく努力っていうのを、あなたの方から働きかけてあげていただくと、割とね自然に、好きとかね、俺の前のこと好きだよっていうふうに、普段から言ってくれるようになるんでね、単純にこう言い慣れていないだけの人って結構多かったりするんで、若い子だったらね多少はそういうことはね自然にこうナチュラルにこう好きっていうキーワードに馴染んでいくんでしょうけど、今までねあんまりこう誰かに対して好きって言ってないおっさんにね、いきなり好きって言えって言ってもなかなかやっぱり難しかったりするんで、ちょっとそこはね気長にトレーニングを積むと、パーソナルトレーナーとしてね、彼のこの口の筋肉運動を好きって言わせるためのしつけをしていくというぐらいの感覚でねお付き合いをしてあげると、言うようになってくれるんで、だから言い慣れてないだけの人だったら別に好きって言わなくてもそれはあなたのこと嫌いじゃなくて、好きじゃないわけでもなくて好きって言えないだけだから、言い慣れてないだけなんで、慣らしてあげるというようになるということですね。さあそして2番目です。これはねもう言ってはいけない事情があるというのはこれはもうしょうがないですよね。あなたのことをすごく好きだけど、例えば彼が既婚者だとかね、あなたが既婚者だとか、そういう状況でね好きって言っちゃそれはダメでしょと、
ね、例えば彼が上司であなたが部下だとかね、それもね彼が好きって言ってあなたがそれでね、人事部に行ってねセクハラされたって大騒ぎされても困るし、やっぱりのっぴきならない関係になってはいけないから、好きというふうに言えないというか言ってはいけないというか、まあ、仮に言ってねあなたの行為が、返ってきたとしてもその関係ってねこの先のことを考えたらちょっとね、まあいろいろ微妙だなっていうふうにこう頭の中で計算して電卓叩いて、まあ、好きって言わない方がいいよねと。いうことで、まあ、好きって言えないっていう場合もあったりするから、まあ、そこはね、まあ、お互いの関係性とか状況にもよったりするんでね一概に言えないんだけど、あなたの方がだから好きって言ってほしい、まあ、言っても大丈夫だよっていう風な状況にあるんだったらそれを彼にねしっかりやっぱりお伝えをすること、まあ全然あ私ね好きって言ってくれてウェルカム、好きってあなたが言っても全然暴れたりすることもないしあなたに とってねマイナスになること全くないしむしろ関係はね全然良くなるから、まあ、好きってね言ってよっていうことを、まあ、言ってくれるとね、まあ態度で示してあげると、まあ、彼はそういうふうに言ってくれると。それは逆の立場でも同じでさ、あなたは例えばね、自分のお客さんとかがおって、で、まあお客さんじゃなくても部下とかね、同僚とか好きって言いたいけど言っちゃあかんよねっていう関係性ってあったりするじゃないですか。それは男女問わず、やっぱりその その立場、その状況環境によって言えない事情ってあったりもするから、そこはね、組んであげて、じゃあその事情に対してどうすれば彼はそれを好きって言えるような状況になるのかというところを、まあ、考えてあげる。まあね、あなたも考えてもらった方が言いやすかったりもするんでね。まあ、それはだから、まあ、既婚男性とのお付き合いっていうのがいいのか悪いのか知りませんけどね。まあ、例えば相手が既婚者である場合にね、あなたのことを好きでもね、好きって言えない事情ってあったりするんで、まあ、それでもね、まあ、なんとかしたいなっていう時はこういうことをね、考えてみてもいいんじゃないですかという話は以前にしてます。リンク先はこちらに出てるので、まあ、こちらの方からね、ご確認いただければと思うので、まあ、どうぞと、いうことです。さあ、そして、3番目。実はね、これが一番多いんです。まあ、大体ね、男の人こうですよ。まあ、なんだろう、いいか悪いかさね、女性からすれば悪いんでしょうけど、まあ、男性としてみればね、なんでっていう感じなんですが、必要性をね、感じてないんですね。え、だって別に付き合ってるじゃん、なんか悪いのみたいなね。え、だってそんな俺の気持ちなんて分かってるでしょ。え、そんな今更なんか言葉にしなきゃあかんのみたいなね。いや、だから言えよって、分かってるけど言えよっていうね、そんな気持ちもあると思うんですけど、でもね、彼は必要だと思っていないんですよね。だから悪気は全くないんですよ。あなたのこと好きだし、だって現に今こうやってお付き合いをしていたりとか、また一緒にご飯を食べ行ったりとかね、まあね、なんか普段一緒に過ごす時間が当たり前のようにあって、こんな好きっていう気持ち分かるよね普通にね。え、なんでそれ言わなきゃいけないの、え、言ったところでなんか変わんのみたいなね。いや、そういう問題じゃないよねというね、まあ、本当そういう問題じゃないんだけど、そういう問題だというふうに男の人は思ってるんでね。だ、言うことによって、何、俺言うとなんか2人はもっと幸せになったりするわけ、え、言うとなんか俺は儲かるわけみたいなね、まあ、そんな考えですよ。悪いは全くないんですよ。繰り返しますけど、それがあなたのこと嫌いだからそうだということじゃなくて、あなたのことに興味がないからそういう、あなたのことは好きなんだ、好きなんだけど、好きだからこそ、え、言わなきゃいけないのと、まあ、思ってる人が多いんでね、まあ、こういうレスポンスになるんです。だから、それは必要性をね教えてあげるしかないというか、まあ、これも1番目の話にちょっと絡むんだけども、まあ、ちょっとね、やっぱり好きって言ってくれると安心を私するんですと。好きって言ってくれるとね、もっと心穏やかになれるし、まあ、あなたとの時間をね充実させることができるし、あなたのことをもっともっと愛することができると。意味があるかないかとかじゃなくて、お前がそれを言うかどうかが大事なんだっていうことをちゃんとね、まあ教えてあげないと男の人はね、分かんないですよ。これね、ずっと僕言い続けてるんですけど、男の人はね、女の人の気持ちはね絶対に分かんないですからね、絶対に。分かったようなことを言う人いっぱいいますけどね、まあ僕もそのうちの一人ですけど、じゃあお前が分かってんのかって聞かれたら、僕もねよく分かんないことの方が圧倒的に多いので、だからそれはね言ってあげないと分からないっていう話は、こういう動画でも過去ご紹介をさせていただきました。だからそれはね、あなたのことを好きか嫌いかという話と関係ないんでね、これは画像でリンク先ここに出ているんで、あなたのことを好きだからとかね、嫌いだから必要性を感じるとか感じないとかじゃなくて、あなたの気持ちが分かるか分かんないじゃなくて、分かろうとして寄り添おうとしてもやっぱりね、分からないものは分からないんでね、見えてるものが違う、感じているものが違う以上は、そこはね、まあ男性女性ともに歩み寄りが必要だっていうこともいつも申し上げているように、まああなたの方からね、まずはちょっと言ってくれるお願いだから、まあ言えよ
よ、ね、言うだけでいいからっていうことをちゃんと伝えてあげて、必要だからそうするんだということを分からせてあげると、ああじゃあはい言いますっていうことで、まあそれはね仮に義務感であったとしても、まあちゃんとね言ってくれて、気持ちはね必ずあなたと一緒にいるってこと、あなたのこと好きなわけだから、そこは受けてあげていただきながら、まあ言葉がね、仮に言ってるだけだとしても、日頃の態度としてちゃんと示されてるんだったら、あとはそこにね義務であったとしても、言葉でちゃんと伝えてくれればそれはそれでいいわけで、まあそんな風にね、まずあなたの方から彼に教えてあげるという風に考えてみていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして最後は4番目ですね。これです。もうねここまで言ってて身も蓋もない話なんですが、本当はね実は好きじゃなかったっていうね、まあ単なる誤解と錯覚、勘違いだった今までの彼の脈あり態度はということも、まあ、あり得るんでね、まあ、それは気をつけた方がいいですよ。ただね、これも一応言っとくと、分類としてはね、好きか嫌いかという分類で言えば、あなたのことは好きなんだと思います。好きなんだと思います。いいですか？好きか嫌いかという分類で言えば好きなんだけども、じゃあ好きのうちね、好きというレベルが1から100まであった時に、まあ、好きっていうキーワードをね、発するのが30から40を超えた時に好きっていうキーワードをね、発するんだとするならば、まあ、彼はまだ25とかね20である可能性があったりするから、あまだちょっと好きって言うほど私のこと好きじゃないんだなっていうふうに考えてもいいかもしれません。ただ好きは好きなんですよ。だからまあそこはね、お互いもうちょっとこう自分の話をするとか、お相手の話を聞くとか、距離を詰めていくということで、まあ好きっていうキーワードを発するまでね、彼のモチベーションを高めていくこともできるので、そこはまあ焦らずね、まあ一応好きって言わないから、ダメなんだっていう話で終わるんじゃなくて、繰り返し申し上げるように、好きか嫌いかといえば好きという分離だし、恋愛の対象内か対象外かといえば対象内にいるわけで、まだそこまで高まっていないというだけの話なんでね、だから高まるまでもうちょっとね火をくべて、まあまあ薪をくべてね、火を燃え上がらして、彼の温度をね少しずつ高めていくような、まあアプローチというか、そういうコミュニケーションを取っていければいいんじゃないですかというお話です。まあ、ということで、まあ、今日はね4つご紹介をさせていただきました。まあ途中ね申し上げましたけど、こう好きっていうキーワード、また愛してるでもいいんだけど、そういう言葉にねどれぐらい意味があるのかっていう、その言葉に対する意味付けと解釈、それをどういうふうに捉えるかっていうのは、それはやっぱりね、あなたはあなたで基準があると思うんです。でも彼には彼もね基準があるから、だからそういうキーワード言うか言わないかが彼の愛情表現だというふうに、そこでね判断をしないっていうことが一番大事であって、まあ一番大事なことは、彼があなたと一緒にいてくれていて、2人の関係が客観的事実として成立しているというね、ここをまず見てあげて、その上で、まあ好きっていうこと、キーワードを言ってくれていないのであれば、まあそれをね、じゃあこういう原因があるわけで、じゃあその原因をね一つずつ潰していくっていうふうに考えていくと、まあ本当にね彼はいとも簡単にあなたに対して好きっていうふうにね、日常的に言ってくれるようになったりするんで、まあそんなことを考えてみていただくといいのではないでしょうか。現場からは以上です。